皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は英雄伝説始まりの奇跡のファミ通紹介をしていきたいと思います。一つの終わりへと動き出していく物語、ここに終わり、ここに始まる。前作にあたる英雄伝説千の奇跡4で描かれた最悪巨なる非婚は英雄たちの活躍で乗り越えられました。そして本作の舞台となるのはその後のゼムリア大陸です。再独立を目前に控えたクロスベルや巨大なかつ柱を失ったエレボニア帝国の行方、シリーズを通じて暗躍してきた結社見食らう蛇の思惑などにはいかに連ねた奇跡は新たな舞台へ。3つのルートを切り替えて進めるクロスストーリーシステム。本作の主人公となるのが各地で活躍する3名の人物です。ある者は英雄として、ある者は解放者として、ある者は忍者として、その3つのルートを任意に切り替えながら異なる視点から同時間軸の物語を楽しめます。プレイアブルキャラクターはなんと50人以上です。新規の登場人物を含めなんと50人以上のキャラクターが操作可能です。さらにそれぞれの背景を掘り下げる莫大なエピソードシナリオが用意されているなど、プレイヤーにキャラクターにまつわる新要素も多数搭載されています。なぜか天地が逆さまの世界にいるマクバーンやクロスベル独立に向けて暗躍していたリーシャ、そして彼女を挟み撃ちにする若き暗殺者たちなど、新旧多くのキャラクターが登場します。あの魔法少女マジカルアリサがミニゲームに一風変わったシューティングゲームのシーンも公開されました。弾をバンバン撃っているのは千の奇跡シリーズのヒロインの一人であり、ゲーム内スピンオフの作品魔法少女マジカルアリサの主人公アリサです。どういう経緯で遊べるのかとても気になるところですね。まあそうですね、まあ50人というのはやはまあ普通の本編 RPG では最多なんじゃないですかね。まあなんか共演系の作品、まあレディアントマイソロジーとかまあスマブラとかそういう感じのゲームだったら、まあまあ50人以上いてもおかしくはないんですけどね。まあ今回はおそらく集大成じゃなくて続編ですからね。まあ本編ですからね、いわゆる。まあ本編の中ではプレイアブルキャラクター最多なんではないですかね。全ゲーム通しても。まあまだ他にあるかもしれませんけど、まあ50人はかなり多い部類に入ると思います。まあそんな感じで今回はこの辺で、英雄伝説始まりの奇跡のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。